ダレンティルはイングランドの男性総合格闘家。元キックボクサー。マージーサイド州リバプール出身。チームカオボン所属。UFC 世界ミドル級ランキング8位。12歳でムエタイを始めると、早々に学校をドロップアウトして、キックボクシングやムエタイの大会で実績を上げ、17歳から地元リバプールのチームカオボンで総合格闘技のトレーニングを積んだ。 しかし、19歳の時に、パーティーで乱闘を繰り広げた末に背中をナイフで2回刺され、格闘技に集中するため、コーチの勧めで、ブラジルのアストラファイトチームへ移った。2013年に、ブラジルでプロデビューし、南米のローカル大会で12連勝を飾った。2015年5月30日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、コンディット VS。 アルベスで、ウェンデル・オリベーラと対戦し、1R に、グラウンドの肘打ちで小勝ち。UFC デビュー戦を白星で飾った。2015年10月24日、UFC ファイトナイト、ホロヘン VS、スモールカで、ニコラス・ダルビーと対戦。1、2R は、スタンドの攻防で優位に立ったが、3R にダルビーの猛反撃を受け、判定1から0のマジョリティドローに終わった。 ファイトオブザナイトを受賞した。2016年12月、約4年間にわたる、ブラジル修行を終え、チームカウボーンに復帰した。2017年5月28日、肩の負傷から1年7ヶ月ぶりの復帰戦となった、UFC ファイトナイト、グスタフソン VS、ケラで、ジェシーン・アヤリと対戦し、3から0の判定勝ち。 ティルが軽量で、ウェルター級の規定体重を5ポンドオーバーしたため、ファイトマネーの20%が綾りに支払われた。2017年10月21日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、ティルで、ウェルター級ランキング6位のドナルド・セラーニと対戦。1アールにスタンドパンチ連打でダウンを奪い、パウンドで TKO 価値を収めるバンクルワセを演じ、パフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞した。 2018年5月27日、地元リバプールで開催された UFC ファイトナイトトンプソン VS ティルのメインイベントでウェルター級ランキング1位のスティーブン・トンプソンと対戦し一進一退の攻防を繰り広げ3から0の 5R 判定勝ちを収めた。この試合はティルが軽量で規定体重を3.5オーバーしたためファイトマネーの30%がトンプソンに支払われた。 2018年9月8日、UFC228 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで、王者対ロンウッドリー挑戦し、ニアールに、右ストレートでダウンを奪われ、ダースチョークで一本負け、王座獲得に失敗し、キャリア初黒星を起死した。2019年3月16日、UFC ファイトナイト、ティルビエス、マスビダルで、 ウェルター級ランキング11位のホルヘ・マスビダルと対戦。1R に左ストレートでダウンを奪い、その後も優勢に試合を進めたものの 2R に左フックで小負け。破れ走ったもののファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年11月2日、ミドル級転校初戦となった UFC244 でミドル級ランキング4位のケルビンがステラムと対戦し、2から1の 判定勝ち。2020年7月26日、UFC オ n e SPN ウィッタカー VS ティルで、ミドル級ランキング1位のロバート・ウィテカーと対戦し、0から3の,の 5R 判定負け。2021年9月4日、UFC ファイトナイトブランソン VS ティルで、ミドル級ランキング5位のデレック・ブランソンと対戦し、リアネーキドチョークで 3R1 本負け。 2019年4月21日、テネリフェ島に滞在していた際、宿泊していたホテルの室内を荒らしたため退去を命じられ、その後タクシー運転手がティルの荷物をトランクに積み込んでいる間にタクシーを盗んだ容疑で逮捕された。ティルと他の4人の関係者は、鬼物損壊と自動車の無断使用の罪で有罪判決を受け、約1万ポンドの罰金を科された。ありがとうございます。